毎度、セイリーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン、実況やりましょう。さあ、頂上決戦やりましょう。選択チャレンジね。今日2週目の金曜日なんですけど、今月まだ1回しかやってないですね、頂上決戦。だからこれが2回目ですね、2日目っていうことね。昨日はちょっと触れなかったんで、やっていきます。ジョンフン。SR モードですね、いきなり。わあ、これめちゃくちゃいいキャラいっぱい出てるんですけど、防御が渡しまくったな。これね、いやー、オロクリか。ちゃんとロかなと思ったけどね、オロクリとはさすがに、オロクリかなっていう感じ。クラークいますね。防御、あ、巻きしまくれた。多分クラークの選択やったんかな。これはどうすっかな。先生はどっちか見るの忘れた。これで置いときましょうか。全滅をもう取りたいですね、このメンバーやと。しかし、ヤシロ、復活あります。ビリー前にしてくれたらいいんですけどね。で、クラークでしょ。マキシマゲージ溜まったんですけどね。ちょっとこういこうか。スキルいいですね、クラウザ。クラウザ、スキル。これビリー前にして。ビリー前。ビリー前。よし。声が届きましたね。デア。まだですね、でも。メイリースキル出ない。これはクリス使います。クリティカルはない。めまいした。よしよしよし。で、クリスやられてもらって、もう全滅スタンバイですね、ほとんど。ヤシロが復活したら、やばいかな。クリスやられたね。ジョンフンで全滅取れるんですけど、ジョンフンで大丈夫かな。ジョンフン、そうね、取れますね。ただし復活されたら終わります。さっき打とうがマキシマ。これでよし。なさそうですね。取ったわ。復活ないっすね。いや、わからん。たまにね、たまにあれなんですよ。なんか、本体消えてるのに復活する場あるから。ないね。よかった。たまにヒュって、なんやろ。わかります？言ってること。なんか、オロクリが復活するときみたいなモーションで、ヤシロも復活するときあるので、ちょっと安心はできひんかったけど、まあ、取れましたね。ナイツさん、先生取りました。ね、オロクリ。オロクリヘビー D やったら、まあ、でも、そうか、ヘビー D でも強いですね。LR や、これ。出た、クーラや。クーラバネッサは、まあ、クーラか。クーラ初めて出た。なんなら、頂上で見たことないまであるっすね。いや、見たことあるわ。見たことはあるけど、もちろん使うのは初めて。クーラ15、最新キャラですね。超絶最新キャラのクーラ。ここはもう、強キャラ置いとこう。まあ、誰置いても、結局は、クーラ前なんでね。バネッサか。これはね、クーラー、スキル性能あんまり理解してないな。怒りダウンとかあったっけ？うわー！雪だるま強え。雪だるまめちゃめちゃ強かったっすね。でもうクーラー一生前にします。当然ですけど。神経キャラかつ、攻撃型なんで。これどうしようかな。ウィップで青丸倒せますね。クーラーは追撃か。ってことはさっきウィップやな。さっきウィップ。でや、こっちのと。ダイヤモンドエッジね。で、ゲージ溜まってますと。追撃来ました。お、バネッサで助かった。で、当然打っていく。フローズンアリーナ。踏ん張り入ってますね、今のは。スキル追撃。うわ、強すぎるクーラー。何これ。めっちゃ強いっすね。スキル、やばかったね、今ダメージ。これもうユリが、今日まで行ってましたね。踏ん張りこんな強いっけ。クーラーってアリーナやとやっぱクローネンと変えたからかな。そんなにこうね強くなったっていう印象はあんまなかったんですけど、頂上で今化け物やったっすね。もう一回行きます。じゃあ、コナンさんって読むんですかね。心の南って書いて、これはひなこ先生取られてた。ゲニまた LR か。あ、この一番低いランクの LR の中でナイトメアギースはめちゃくちゃ強い。アッシュですね。アッシュロバート。これは勝たなあかんな。火炎強化。アッシュロバ。どうしようかな。アテナ捨ててナイトメアギース出すっていう、感じにしましょうか。ってことはこんな感じでいこうか。まあ、最初から出しても、まあいいんですけど、ナイトメアギースね。まあでも後で出す方が確実なんで。でもこれあれですね、全滅を狙えるかもしれないです。だったらこういこう。全滅を狙う。もうパーフェクトミスった。肝心なとこでミスった。いや、たまに押してるのに反応しない時があって、そのミスが痛いですね今。これはね、アテナ前にして、使います。これね、アテナ前で LR 何やったかな。アッシュと、あれマジであと1体忘れた。アッシュは覚えてます。ロバートやな。 LR ロバートでしたね。ダブルストライク、このままいきます。メイリースキルか。じゃあこういこう。こういって、でアテナやられてもらって、2台目はメイリーに飛ぶ。てかもう全滅が狙えそうですね。どっちかというと。もう全滅狙おうか。これはこの場合はね。ギャラクティカ、メイリー倒す。もうどんどん倒してくれていいですよ。全滅狙うんで。で、ヒナコか。じゃあキム捨てましょうか。キムを捨てに行く形。キム使います。砲脚ね。2台目は今打ったんで、まあ、3ターンぐらいゲージたまらないですね。まあ、このままでもいけると思いますけど、保険でオロチ出しとくかな。いや大丈夫か。そうね、大丈夫。まあ、クリティカルとかがあったらあれですけど。でもこれキム、いややられへんのがまだ。そうなんや。ナイトメアギース、まあいけるやろ。行こう。ナイトメア火炎でいきましょう。もう多分いけるのでいきます。ナイトメア、これ多分こっちに飛ぶよね、上に。そこなんすか今の。マジか。でも火炎強がクリティカル出ました。今のジョーに飛ばす予定やったんですけどね。まあ、それでもナイトメアのご利用しで、いけました。ってことで今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。